チュール買わないでいいの？その6000円で。ありがたく寄付させていただきます。ありがとうございます。ねえ、この、なんだろうな、YouTube での収益を何に使おうかなと思ったんだよな。フェンシング協会に寄付っていう可能性もゼロじゃないなと思ってます。はい。選手たちのね、何かプラスになるために寄付っていう形もゼロじゃないかなと思うんだけど、まあでももっと困ってる人たちが世の中にはいるから、まあ、そういうところに寄付っていうことも考えてるし、どうしようか、今ちょっと年末なんでね、税務処理もしなきゃいけないんで、ちょっといろいろ使い道を考えてるところです。ありがとうございます。